わるやんわるやんわる。うわ怖い怖い怖い、ここ攻撃しようとしてる。いやめっちゃ落ちてくる、やばい。痛い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 、叩かれてる。今日はね、みんな見ての通り、見ての通り車違うんよ。バーバン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 、いつもと車違います。そうです、新しい車に乗り換えました。さあ何の車でしょうか。ダーダーダン、じゃーん。ランクルや。はい、乗り換えたっていうのは嘘です。嘘。今日は私ね、FJ をカスタムしてもらいたくて、わざわざね、これ愛知県に来ております。愛知県の小牧市に来てて、そう、ほんでそのカスタムしてもらうのに、まあ、FJ を預けたのよな。でその代わりに代車として、そのフレックスドリームさんっていう、そのカスタムとか中古車取り扱ってはる会社さんなんけどに、代車でこのめちゃくちゃかっこよくカスタムされた車を借りました。でキャンプ仕様にちょっとなってて、結構いろいろすごいことになってるから、今日はその車を借りてキャンプ行かしてもらってます。はい、かっこよくない？めっちゃかっこよくない？この車やばない？てかやっぱでかいねん。ほんでめっちゃでかいんよ。ちょマジで雨ね、今さっきまでめっちゃ土砂降りたけど、ちょっとやんだ。火くれるまでにあれするわ、テントとなんかその設営系やっていきます。よし、これでも雨降っても雨宿りできる、いい感じじゃん。マジ汚い。続いて今流行りのルーフテントってやつですわ。でそれをつけたいと思います。OK、 つけました。えい、おお、だってこれもうな、あ、谷崎さん、すいません、助けて、谷崎さん来てくれた、谷崎さん来てくれました。谷崎さん怒ったから、ベティごめんなさい、ベルとか買っちゃった。もうみんな谷崎さんのやつもう出してもらう、全部もう一人でやってください。あ、一人やってください。ね。もう一回みんな大丈夫です。これは。大丈夫です。はい、さあ。
わけです。よし、できた。ほら、ほら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 見て、前が車の何バンパーって不思議な、なんか景色じゃない？下降りようか。めっちゃ広い、めちゃくちゃ広い、見て、すごない？ほらめっちゃ広い。横に誰かまた寝れんで。女の人2人とか、まあ女じゃなくても普通に人間、大人2人とかでも全然いける広さしてる。めっちゃいいやん。マジで。なあ。めっちゃ良ないこれ。夏とかこんなしてさ、窓開けてさ、上。寝るときさ、空見ながら寝れるやん。こうやって。あーめっちゃ綺麗、流れ星流れたーとか言って結構お任せしてやってもらいました。至れり尽くせりでやってもらって最高ですね私はベンティ君と遊んでて、何もしてないけど、火も起こしてもらったし、ちゃんとライトアップもしてもらったし、だから今日も得意のアマゾン飯を作りたいと思います。600g あるからな、これでは、いきます。ジュードゥードゥーキープ、燃えろ。エキソースで、この素敵な素敵絞りをいただきます。乾杯ケビうまっ。ジュジュ、これが美味しいんですよ、アマゾン飯です。あらら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 、いただきます。いただきます。
うまっ、うまっ、うん、ソースと合うな。そっぽ向いてる丸まってダンゴムシみたい丸まってるおやすみ、おやすみ、おやすみよ、おやすみな、また明日汚い今日は汚いな、おやすみ。寝まーす。おやすみなさい。待て、お座りは？よし、マルコスさん用にご用意しましたのが、はい、こちら、まずタイヤはですね、はい、東洋タイヤさんの、はい、オープンカントリーっていうシリーズの中の、はいはいはい、RT というタイプ、どういうタイプなんですかあの今ね、はい、マルコスさんが履いてらっしゃるタイヤ、はい、タイヤが、はい、
あの MT、はい、マッドティレーンって言いまして、はい、オフロード用のタイヤなんですよ。そうなんですね。でもちろんオフロードではあの強いんですよ。はいはい。で今回ご用意したこの RT、はい、オープンカントリー RT っていうタイヤは、はい、オフロード用と全天候用のタイヤがあるんですけどね、はいはいはい、そのねちょうど間ぐらいの性格のタイヤで、なるほど、通常街中でも静かだし、はい、オフロードもそこそこ OK よっていうタイヤ。ああ、じゃあ中間やから。そう、中間、ね、めっちゃいいですね、はい。と、今度アルミホイールね。はい、ホイール。じゃあ私ね、はい、あの注文したのがこのツン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 がいいって言ったとりあえずこのツンツンツンつけてみたいな。そうで、このそうですね、ご注文いただきました、はいはい、リクエストいただいた、はい、このツン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 がついてるデザインの、はい、MLJ さんの、はい、XJ03 というアルミホイールになります。お、色もね、今までほら純正のシルバーだったんですか。はいはいはい。でこのブラック、はい、でこのリング少しねグレーっぽい感じの、あ、ツートンカラーです。いい、はい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 、いいよ。四駆っぽくなるんですかね。四駆っぽいよめっちゃいい。まあ、あともう一つね、はい、ご提案として、はい、今履いてらっしゃる、サイズは17インチ、はい、このホイールの径がね、はいはい、17インチ、はい、で、今回タイヤの直径はほとんど同じです。はいはいはい。アルミホイールのサイズを16インチ、うん、ワンサイズ落とした。落とした。何が起きるかというと、はい、タイヤの厚みが少し増すんですね。はいはいはい。小さくなったらね、はい、ホイールが、はいはい。でこれもね四駆っぽく見えるですよ。裏技ですか。四駆っぽく見せる。まあ四駆ですけどね確かに。まあより分厚くタイヤが大きく見えるっていう、そうですね、はい、はいはいはい。めっちゃいい、はい、そうしてほしい。じゃあこれを、はい、これ青いの何なんですか。私これはね、はい、あの新品のタイヤで、はい、保護のために今あやってる、ホワイトレターってやつですよね。これそう、あの装着、never an option.